はい、離散サイト企画室ドラマ3回目の時期を始めていきます。で、前回残ったところからやっていくんですけども、残ったところというのは、ここ今、画面で示しているこの非順道警補台っていうのの、証明なんですけども、まず、これは何だったかってことをちょっと、復習しなくちゃいけないので、それをやるんですけども、まずですね、向こうグラフがありまして、G は、G から H への順道傾斜度が存在するという記号ですよね、これはね。はい。で、H が頂点回。これまた後で復習します。何だったかってこと。で、この時には IG と IH の間で相関係があると。IG が IH 以上になると思いますね。で、I っていうのは、独立比と呼ばれる、数値なんですけども、これも何なのかってことを後で説明します。で、それで、まず、じゃあ、頂点回って何だったかというと、これですね。これが頂点回であることの定義で、グラフ G が頂点回、バーテックストランキューであるというのは何かというと、任意の頂点 UV に対して、U を V に移すような自己同傾斜像 F が存在するということでした。ですね。今、これ頂点回グラフの例なんですけども、これは今、右のように同じように書けるんですけども、その時の、見方としては、1が6に移っているところですね。5が9に移っていると。いうような、形になっているわけです。で、そのような写し方ですね。任意の2つの頂点、1と6とかですね。任意の2つの頂点に対して、1を6に移すような自己同傾斜度が存在するというのが頂点回であるということが定義なわけです。で、今ちょっとここに例があるんですけども、これは、何を書いてるかというと、同じグラフなんですけども、例えば、今この1の場所を見てみると、この10個の中には、1の場所が2、3、4、5、6、7、8、9、10になってると。だからその1を、好きな頂点に移すような、順道傾、同傾斜度が存在する。ってことがこの図からわかります。で、同じようにですね、2を見てみると、2を3、4、5、6、7、8、9、10に移す。だから頂点2というのを他の好きな頂点に移すような同傾斜度も存在するって形で、この10個の頂点を他の好きな頂点に移すような同傾斜度が全部存在するってことが分かりますので、このグラフは頂点回グラフです。ってことになります。ちょっと今注意しておかなくちゃいけないのは、今ここにですね、その1つのグラフを10通りの別の書き方で書いてるんですけども、つまり、このグラフには10個同傾斜度が存在するってことを、この図は示しているわけです。しかしですね、この10個がこのグラフのすべての同傾斜度である必要はないです。だから他にも同傾斜度あるかもしれません。実際あるんですけども、それは注意をしてください。はい。で、これが頂点回グラフの定義です。よろしいでしょうか。で、次にですね、独立比っていう i という先ほどの数値を定義するんですけども、そのためにはですね、まず独立集合というのを定義する必要があります。独立集合というのは頂点部分集合。i で、任意のその i の要素 uv、頂点ですね。uv に対して u と v は変をなしていないということです。だから変になっていないような頂点を集めて集合すると、それは独立集合です。で、ここに今例があって、148は独立集合です。こっちの148、ここですね。これ独立集合です。これ色つくのかな？つかなかったですね。148は独立集合です。それは何でかというと、14とか、18とか84の間に辺がないからですね。はい、いいでしょうか。一方で170は独立集合です。170が独立集合です。なんでかというと、7と10の間に辺があるからです。いいですね。はい。で、独立集合の中で一番要素数が大きいもののことを最大独立集合と言って、その要素数のことを独立数って言ったりします。で、次のページですね。これですね。独立数。で、独立数のことをアルファ G で表します。G の独立数と言ったらアルファ G で表す。これはよく使われる記号です。はい。先ほどのグラフですね。このグラフに対しては独立集合になります。で、独立比、インディペンデンスレーシオと言ったら、その独立数を頂点数で割ったものです。だから、これは有理数になります。はい。先ほどのグラフですね。これ。これは、頂点数が10で、独立数、先ほど述べた通り4なので、独立比は10分の4、つまり5分の2になります。
前回の授業ではこれですね、C5 という頂点数5の定理についてもちょっと紹介して、これは頂点数は5で、独立数は実際に4。ということなので、独立比は5分の2になるということになります。はい。で、これで、非順動系補題に現れるすべての用語を説明したということになります。ですね。これはもう一度。非順動系補題何なのかということで、今からこれ証明していこうと思うんですけども、何かというと、G から H への順動系初動が存在して、H が頂点解である。ときに、IG と IH を比べると、IG は IH 以上です。という対象関係が成り立つ。ということですね。これは例ですけど、何かというと、今ここに書かれているグラフ、これ全部頂点解グラフです。バーテックストランジティブです。で、下に書いてある数値は、これ、独立比です。で、実際ですね、ここに書いてあるような、なんだっけ、順動系が存在するんですけども、順動系存在すると、必ずその時には、この独立比に代償関係がなくてはいけないということになるわけです。はい。これを今から証明していきます。はい。流れがいいですか？でですね、証明するのでちょっと進めるんですけども、アップしまった。証明するのでちょっと進めるんですけども、どこまで進むかというと、これですね。はい。で、じゃあ今から証明していくんですが、ですね、やっていきます。はい。そうです。まず、あ、そうか、ですね、この、H と G って2つグラフがあるので、まあ、その2つを、考察対象とするわけですけども、まずは H の方から考えていきます。で、H は今、仮定から頂点解です。はい。で、まずその H の方から見ていきます。で、IH と書いたら、H の最大独立集合、全体の集合だとしてください。今ですね、ここに書かれているグラフが、これ H だとしましょう。これ H。だとしたら、今、ここに、5つ挙げてるんですけども、これは、この、ペテルセングラフと呼ばれている、グラフのすべての独立集合、最大の独立集合を書いてます。だから、ちょっと、ま、書いてみると、1、3、9、10、2、4、6、10。何書いてるかというと、1、3、9、10っていうのは、ここに書かれている、1、3、9、10っていう最大独立集合です。で、2、4、6、10っていうのは、これですね。2、4、6、10って、ここの最大独立集合です。はい。で、ま、ちょっと書いてみると、3、5、6、7が3つ目のもので、4つ目は、1、4、7、8で、最後は、2、5、8、9と。まあ、こうなってるわけですね。これがその IH になるわけです。これが、だから、H の最大独立集合、全部の集合です。はい。で、次がポイントで、何かというと、H は仮定から頂点解なので、どの2つの頂点 UV を持ってきても U を含む最大独立集合の総数と V を含む最大独立集合の総数は変わりません。例えば今この例だと、この U としてですね、例えば U として3を持ってきて V として5を持ってくると、この先は3を含む独立最大独立集合の総数になります。そうすると3を含むのはこことここですね。だからこの総数っていうのはちょっと色変えようかな。この総数3を含む最大独立集合の総数、これ2になります。2になります。で、一方で、じゃあ5を含む。はい。5を含む最大、ちょっとこの色が良くなります。5を含む最大独立集合を見てみると、5を含むこことここですね。こことここですね。だからこれも2なわけです。で、これはどの頂点でも変わらないわけです。例えばその、4を含む最大独立集合はいくつあるかっていうと、4を含むのは、これとこれですね。だからやっぱり2つであるし、10という頂点を含む最大独立集合というと、それは、こことここでやっぱり2つなわけです。で、なんでですね、この性質が成り立つのかってことは、次のページで説明するんですけども、これがまず何を言っているのかってことはいいですか？意味ですね。なんかこういうものによって皆さんは、まず、この文が何を意味してるのかってことを理解することと、これがなぜ正しいのかってことを理解するってことの二つをしなくちゃいけないわけですけども、まず、これが何を言ってるのかってことをまず理解するってことが重要です。はい。では、
なんでこれが正しいのかってことを説明します。で、そのためには、この頂点階であるという性質を利用するわけです。で、次のページに行きます。今ですね、ちょっとこれすでに書いてるんですけど、いいですか。今、さ、これは上に書いてるのはこれ先ほどの図です。先ほどの図です。で、下に書いてるのはちょっと違う図で、ちょっと違う図でどういう図かっていうと、これは、頂点階なので、例えば1と6っていう頂点を指定したら、1を6に移すような自己同型写像が存在するわけです。頂点階だから。で、それを使って移した状況を書いてます。移した状況。ですね。だからこれ、まあ、1っていうのは6に移ってるわけですね。で、全体として、同型な形で移ってるということになります。で、そうするとですね、今、この下にこう並んでるのは、何かというと、この移した先の最大独立集合を全部書いているという形です。そうするとですね、何かというと、この F という同型写像は1を6に移すだけじゃなくて、他の頂点も他の頂点に移しているわけです。例えば2は8に移すとか、3は10に移すとか、そういうことになっているわけですね。そうすると、この上の、この左上にある最大独立集合は、これ1、3、9、10っていう、1、3、9、10っていう独立集合なんですけども、それは下では、F1、F3、F9、F10 っていうのが移されているわけです。で、まあ、その F の移り方によると、これは、6、10、2、4と。まあ、こういう集合になるわけですね。まあ、これ、まあ、並び替えても集合としては変わらないので、2、4、6、10。で、2、4、6、10っていうのは実は上にですね、ここにこう現れてるんです。で、これは何でかっていうと、この F というのは、自己同型写像だからです。何言ってるかっていうと、今ですね、この1、3、9、10の中には辺がないわけです。これ独立集合だからです、ね。独立集合とか辺がないんですけども、自己同型写像によって写された先でも辺はないわけです。これは自己同型写像の定義です。いいですか？だから F1、F3、F9、F10 っていうのも、これも独立集合なんです。で、要素数同じですから、1390と F で写された要素数同じですから、この2460っていうのも、この集合、だってこのグラフの最大独立集合である必要があります。つまり、この上のリストのどっかにあるわけです。あるわけですね。いいですね。そうすると何がわかるかっていうと、今、この自己同型写像は1を6に移しているんですけども、1を、含む最大独立集合っていうのは、この自己同型写像によって6を含む最大独立集合に移されます。移されますが、その移されたものっていうのは必ず上に必ずあるわけです。この場合は、これですね、2を、ここになるわけです。って形で、1を含む最大独立集合と6を最大含む最大独立集合は必ず 1対1対応になるわけです。この F を通じて。で、それらはどちらもこの元のグラフの最大独立集合なわけです。で、1対1対応があるので必ず数は等しいということになるわけです。よろしいですか？1対1対応というのはこの F が全関数のことです。で、全体、なんで全体者かっていうと、これは、自己同型写像だからです。自己同型写像は定義から全体者。なわけですね。いいですか？ということで、先ほど前のページの、ここに書いてある重要な性質といったものは、ここに成り立つということになるわけです。で、今からこれを使ってきます。で、このことから何が言えるかっていうと、ここに書いてある等式が成り立つとわかります。これ何かというと、もうちょっと一個ずつ言っていくと、アルファ H のこれは独立数ですね。独立数っていうのは最大独立集合の頂点数でした。で、IH っていうのはこれは最大独立集合の個数です。総数です。IH っていうのは最大独立集合全体を全部集めてきた、集合でしたから、その要素数っていうのは最大独立集合の総数です。で、M っていうのはちゃんと言ってなかった気がするんですけども、ちょっと戻りますね。M 書いてないですね。すいません。これは良くないですね。これは良くないです。M 書いてないんですけども、今ここに書いてある、この、ある頂点を含む最大独立集合の総数っていうのは、どれを見ても変わらないので、これを M と呼びます。
例えば、このグラフの場合は、この M は任意。どの頂点を見ても、その頂点を含む最大得失集合の数は変わらないってことを、ここの等式は言ってるので、その各頂点、一つの頂点を含む最大得失集合の総数のことを M と書きます。すいません。それが、これです。M です。すいません。だからちょっとここにも書くと、M っていうのは、1頂点を、1頂点っていうか、固定した、ちょっと場所が悪いから。固定した、固定した1頂点を含む最大得失集合の総数です。これは書き忘れてましたね。すいません。で、そうしたら、ここに書いてある等式になります。VH、これは、H の頂点数ですね。はい。で、この α と i をかけたものが m と v をかけたものに等しい。ですね、これはですね、ここに表が書いてあるんです。表というか、ずっと右側にな。これが書いてあるんですけども、これを見ればわかる。で、これはどういう表かというと、縦にはですね、こっちですね、縦、ここには、IH が書いてあります。IH っていうのは、このグラフの全ての最大得失集合が書いてあります。ですか？で、縦の方、こちらは何が書いてあるかっていうと、VH ですね。このグラフの頂点が全て書いてあります。このグラフっていうのはこのグラフですね。ペテルセンなんです。はい。で、この黒丸がついてるのはどこに書いてあるかっていうと、この一つ一つの最大得失集合がどの頂点を含んでいるのか含んでいないのかってことをこの点で表しています。例えば今、この3というところにこれ、黒丸があるんですけども、これは1、3、9、10の中に3が要素として含まれるということを表しています。6のところに点がないのは、1、3、9、10に6がないからです。いいですか？でこういう形でこの表を作っています。でそうすると、今まで述べてきたことから何がわかるのかというと、この各行ですね。各行には、いくつこの黒い丸がありますかとまず聞かれたら、パッとわかるわけです。なぜかというと、これは、今並んでいるものは全て最大独立集合ですから、ここの中の黒丸の数というのは、これは最大独立集合の要素数、つまり独立数に他はなりません。どこを見てもそうなります。いいですか。どの行もそこに書かれているこの黒丸の数は、独立数になります。いいですか。じゃあ一方ですね、この縦の方を見ます。縦の方です。じゃあここにはいくつ黒丸がありますかっていうと、これは、例えば1のところを見ると、これは1という頂点を含む最大独立集合の総数になるわけです。つまり、ここに書いてある、黒丸の数、この場合2ですけども、これは M なわけです。これですね。固定した1頂点を含む最大独立集合の総数が、この列の中に含まれている黒丸の数です。で、それはどこ見ても変わらないっていうのは先ほど言った重要な性質ってやつで、こんなにあるわけです。さて、あ、ここまでいいですか？で、ここまでいいとすると、あ、良くないかな。どうでしょうかね。いいですか？で、ここまでがいいとすると、今やるのは何かっていうと、この表にある黒丸の総数を数えましょうって言ってあります。黒丸と書いて、言っときながら青丸なんですけども。まあ、これが黒に見えてしまうという心理的効果ですね。これを数えましょう。でそうすると、行優先ってことですね。行の方から見ると、これ、行の数は、この IH の要素数だけあって、各行には α ータだけです。ちょっとこれは順番が悪かった。これは左に書いてあったんで。になるわけです。いいですか？もう一度言うと、各行を見ると、各行には α、h 個黒丸があって、その行の数は ih だというわけです。で、これ上のこの左辺と同じですね。じゃあ一方で、この列の方を中心に言うと、列の数は、頂点数個あって、各列には m 個黒丸があると。で、これが上の式の右辺になってるわけです。で、この二つは等しいと。言ってるわけなので、欲しかった等式が得られるということになります。よろしいですか？
いいですか？わかんないかな。いいですか？なんか質問があれば。これが、H 側で見たときに得られる式です。はい。で、次はですね、G の方ですね。今考えていたのは、G から H への順動形があると言っていたので、今 H の方を考えてたんですけども、ここからは G と H の関係を見ながら G の方を考察していきます。でですね、今、G の方で順動形写像があるって今、仮定してましたから、順動形写像のことをスモール G と書きましょう。先ほど F というのは自己動形写像で使ってしまったので、これ G とします。で、そうするとですね、何が言えるかっていうと、I を、large H というグラフの最大独立集合だったとすると、その逆像は G の独立集合です。逆像って何かっていうことをちょっと、思い出す必要がありますけども、今ですね、これ、例です。こちら側 H ですね。右側 H で、左側が large G というグラフで、今この黄色く塗ってるものが、これが I だと思ってください。はい。で、この G という、写像は、順等形写像になってるんですけども、この G インバース I っていうのは、この I の要素を、の元はどこでしょうってことを書くものです。元はどこでしょうと書くものですか。だからこの場合は、ここですね。この A と C というのが、この、I に対する、この、G に、なんていうの、まあ、G インバース I ですね。という、これ逆像になります。逆像がこれになります。で、注意しなきゃいけないのは、この9と10っていうのは、この、順動形によって移った先になってないわけですね。なってないので、その戻り先もないわけです。で、そういうものは、戻り先ないから、考えない。この1と3は戻り先があるので、それ考えると。で、戻り先複数ある場合もあるんだけども、そういう場合も複数考えるわけです。逆像によっては。ですね。で、何が重要かっていうと、今この I というのは、元々この H というグラフの独立集合なので、この元の点ですね。元の点を集めてきたところ、つまりこの逆像ですね。これも独立集合じゃなくちゃいけません。G というグラフの。なんでかというと、独立集合じゃないとすると、ここに辺があるわけです。辺があるわけです。そうするとですね、この G というのは、順動形写像なので、順動形写像なので、写した先にも、こう辺がなくちゃいけなくなります。順動形写像だから。で、そうすると、この I というのが独立集合であることに準します。いいですか？ってことは、こういうような辺はないわけです。ないってことは、この、G inverse I という逆像は必ず独立集合になっています。いいですか？ということは何が言えるかというと、G inverse I の要素数っていうのは、これは独立集合だから最大独立集合の要素数以下になります。アルファ G 以下になります。いいですか？どのような I に対しても。ということなので、それをすべての i に対して和を取ると、何が言えるかっていうと、このすべての i に関する和のアルファ g、すべての i に関してアルファ g を足したものになります。で、このアルファ g っていうのは i に関係しませんから、これはアルファ g かける ih の素数になるわけです。これ不等式ですね。よろしいですか？ここまでいいですか？で、一方で、早いかな。一方で、何がいいかというと、先ほどと同じような、これ表を書いてるんですけども、何が言えるかというと、ちょっと一個戻りますね。この G っていうのは、順動形なので、この、large G ですね。large G というグラフのすべての頂点は、large H のどこかの頂点に移ってるわけです。映ってるわけです。で、その移り先をですね、まあ、ここの表の下に書きました。下に書きました。で、これはですね、何を言ってるかというと、この表を見ると、この G inverse I が何だかわかるケースです。表です。図です。で、どういうことかっていうと、先ほどの図と同じように、ここにですね、1390っていう、この、左側にはその IH の要素、つまり H の最大独立集合が全部並んでるんですけども、例えばですね、この1390っていうのを見たら、この表を見ると、
1、3は、まず、ここの下の部分の何書いてるかっていうと、先ほどの順行計画像によって、ここに書かれているのは、これはですね、G の頂点なんですけども、G の各頂点が H のどの頂点に移るのかってことを書いてます。だから、A という頂点は1に移って、D や F という頂点は4に移る。ちょっと前のページになりますね。A は1に移って、D や E という頂点は4に移る。こういう形ですね。で、それを今、図の中に、というか表の中に書き入れました。ここに書き入れています。で、そうすると、例えば、1390というのに言うと、1390は、この、逆像として何が得られたかというと、1は A に移っていて、3は C に移っているので、この順動形による1390という最大独立集合の、逆像は、AC ですというのがわかります。この、図を見て。ですが、で、例えば、別のものを見ると、例えばここに2589ですね。で、2589は2と5という頂点を含んでいて、2は B から生まれ、B の移り先が2であって、E と G の移り先が5なので、同じように書くと、2589の逆像は、2の元にある B と5の元にある E、G と、まあ、8と9は元になっているところは何もないと。という形で BEG になるんです。で、BEG は、このグラフの独立集合と BEG ですね。という形になっていると。ということで、この、一つ一つの、一つ一つの、なんだっけ、独立集合から、この G の独立集合が一個ずつ、こういうふうに生まれてくるわけですね。生まれてくるわけです。で、それを、全部足し合わせると、これになるわけです。この AC とか BEG とかっていうの要素数を全部足し合わせると、この左辺になるわけです。左辺になるわけです。で、そうするとそれは結局何を足していくことになるかっていうと、この部分ですね。この、黒丸、この部分の黒丸、が、何回この対応するところに生まれてくるのかってことを見るわけですけども、そうすると、何なのかっていうと、この、各列にある黒丸の数っていうのは、先ほど言った通り M なんですね。先ほど、色が違うから出ないですけど、ね、これ M なんですよ。で、今、例えばですね、ここのその1っていう列のところの、この黒丸は、この逆像を作るときに A に移されるわけです。だから何かっていうと、この左辺の中にこの A っていうのは2回出てきます。で、同じように B も2回、C も2回、D も2回、F も2回、E も2回、G も2回出てくるわけです。で、一般的に言うと、各頂、この VG の G の各頂点が M 回出てくることになります。この左辺によって。つまり、この左辺の量は M かける G の頂点数になるということになります。わかりますか？いいですか？ちょっと図の書き方が良くなかったかもしれない。これよくわかんないかな。書き方が良くなかった気がするんだね。なんかもう少し上手い図の書き方をすればもっとちゃんと伝わる気がしたんですけども、ちょっと図が悪かったですね。いいでしょうか。で、そうすると、じゃあ、いいとすると、じゃあ、これちょっと皆さん、後で復習しといてのことにして、そうすると、この2つを合わせると何が分かるかっていうと、ここの左辺の部分が同じなんですね。左辺の部分同じなので、これ、総合すると、m かける g の頂点数は、アルファ g かける、また場所がない。アルファ g かける、ih の素数。っていう式が出てきます。この2つから。いいですか？で、これを使います。これと先ほど、H だけを考えていたときに、出てきた等式を使います。で、それをやりましょう。そうするとこうなります。すいませんね。今これ飛びすぎてるんで、今じゃあ、ここの式をちょっと書き換えると、場所がよく書き換えると、どう書き換えるといいのかというと、アルファ G で、違うな。これは欲しい式じゃない。
最終的に独立比が欲しいんだから、アルファ G を頂点数で割ったものを、その辺にすると、こっち側に出てくるのは、IH で M を割ったもの。こうなりますね。これが出てきますね。で、これをそのまま書きます。そのまま書いたここですね。で、前のページ、H だけを見たときには、こういう式が出てきました。ちょっとこれは、遡ってみていただくしかないんですけども、でそれで、この式から、この式が、等式が得られるという形になります。そうすると、最終的に何が得られるかっていうと、アルファ G を VG で割ったものは、アルファ H を VH で割ったものという形になって、この左辺が独立比、この右辺も独立比となって、G の独立比が H の独立比以上になるという結論が得られましたという形になります。で、これで、非純動系古代の証明が終わるということになります。よろしいでしょうか。ちょっと細かいところは、復習していただく必要があるかもしれませんけども、こういうような証明手法っていうかです。数えてるだけなんですけども、数えてるだけの証明なので、ゆっくり追ってもらえれば多分終えると思いますので、もう一度復習してみてください。こういうような論法っていうのは割と算数学では典型的なやり方なので、そういうものの復習だと思ってください。はい。よろしいでしょうか。ありがとうございます。で、前回の残ったところをやるために25分ぐらい、もっとですね、35分ぐらい使っていますけども、これ重要だったので、ご紹介しました。はい。ではですね、前回残ったところの話はこれで終わりにして、今日の内容に進んでいこうと思います。ここまでよろしいですか？でですね、今日は、ここに書いてある、純動機っていう話を、あ、純動機じゃない、純動機の合成の話をしようと思います。で、初めのあたりが復習なんですけども、復習はもうしないんで、ちょっと出すと、これですね、今日の話は、純度計写像と動計写像の生み出す交換点の性質を理解し、正しく述べることができるということが重要です。で、特にですね、だから、出てきている、我々の興味の対象は純度計写像か動計写像、あるいは自己版ですね、自分に対する純度計写像や動計写像なんですけども、そういうものが、実はよく知られているものの性質を持つんだってことをやっていきます。で、休憩を11時半ぐらいにしようと思うので、じゃあそこまででこの純動計算の話は終えようと思います。はい。そういうつもりでいきます。で、まず純動計算、内容が多い気がしますけども、純動計算の話をしていきます。ですね、前回これやったんですけども、純動計算の合成も純動計算ですということでした。何かというと、グラフ GHK があったら、G から H への純動系 F と H から K への純動系 G があったら、その合成である G〇F というのは G から K への純動系になります。こういうような図で表していこうと思いますね。これ合成の図でもかな、この話ね。で、合成はこの G から K への純動系になりますということでした。で、証明は前回だったということですね。で、これは、言い換えると、もう少し記号的に書くとこんな感じになると。G から H への純度計が存在して、H から K への純度計が存在したら、G から K への純度計が存在しますよということですね。で、これは、この矢印っていうのを、このグラフの上の二項関係だと思いましょうと。二つグラフがあったら、その二つのグラフに対しては、G から K への純度計が存在するか、あるいは G から H への純度計が存在しないかの、どちらかなと。必ずどちらかが成り立つわけです。で、そのどちらかが成り立つようなもののことを、二項関係。二つのものを持ってきて、どちらかが成り立つ。こんな感じですね。そもっとちゃんと言う。二つのものがあったときに、二つのものに対して、こういう性質が成り立つか成り立たないかのどちらかが、定義できる場合には、そういうような、性質のことを二項関係と言ってると思ってください。だからこの場合は、この矢印っていう性質、矢印があるという性質、純動計写像があるっていう性質は、二項関係なわけです。で、その二項関係が、ここに書いてあるような性質を持つときには、これは推移的と言います。
水滴とか、まあ、水性を持つと言っていきます。で、これは水性と呼ばれる性質で、どういうことかっていうと、まあ、図で書くと、まあ、G と H と K っていうのがあったときに、G から H に矢印、H から K に矢印があったら、そのときには必ず G から K に矢印ありますよ、というのが、この水位的な性質、二項関係が持つ性質です。なかなか、二項関係のことを性質と言いながら、二項関係の性質っていうのを言っていて、ややこしいかもしれませんけれども、このような性質を持つ二項関係のことを水位的と言います。で、皆さん、まあ、二項関係のことをちょっと勉強したことがあるかもしれませんけれども、まあ、二項関係に対していろんな性質を考えることができるわけです。で、そのうちの一つがこの水位性なわけですけれども、他の性質もこの順等傾斜像が存在するというこの矢印ですね。これは持っています。で、そのうちの一つはこれですね。反射性と呼ばれるものです。何かというと、グラフ G があったら、G から G への順等傾斜像は存在するというものです。だからこの二つのものとして同じものを持ってきても、この性質が成り立つよって言ってるものが反射性というものです。で、これはですね、まあ、証明は簡単で、簡単とか言いながら全然ちゃんと書いてませんけども、何かというと、G と G という同じグラフを持ってきたら、その間に、順等傾斜像を作れますよと。まあ、それとしては、その高等斜度ですね。1を1に移す。5を5に移す。というふうな形の、順等傾斜像ではなくて、斜像を考えれば、これが順等傾斜像になります。ので、まあ、それを考えてあげればよいということになるわけですね。ということで、順等傾であるという関係は、順等傾斜像を持つという関係は、この反射性も持ちます。つまりですね、ここまでのまとめ。すべてのグラフ上の二項関係との矢印っていうのは、反射性と水位性っていうのを持つということがわかるわけですね。で、これはですね、単順序とかですね、増置関係と呼ばれているものが持っている性質に似てるんですね。で、まあ、反順序って何なのかってことをちょっとまたここで復習する必要がありまして、で、それを次のページでやります。ここまでいいですか？ちょっと待って、喋りすぎた。ここまでいいですか？良さそうですかね。まあ、ここまではなんか割と地味なことというか、簡単なことを言っていることになります。で、反順序って何だったかってことをちょっと思い出すと、それ次に復習、これですね。何かというと、先ほど言っていた、まずですね、集合 X 上の二項関係。だから今その、気分としては、X の要素を2つ持ってきたら、ちょっと場所が悪いな。場所が悪いんで、動かして、下に持って。X の要素が、ラージ X の要素、XY を持ってきたら、これか、これじゃないのどちらかが必ずなるやつ。今そういうふうになっているわけですね。だからまあこれが二項関係っていうことなんですけども、この記号は二項関係なんですけども、で、それが、特殊な性質、この三つの性質を持っていると、それは反順序であるというふうに呼ばれます。で、何かというと、それが先ほどと同じような反射性と、水位性と、あともう一個あって、この反対称性になります。何かというと、まあ、X と Y に関係があって、Y と X に関係があったら、X と Y は同じなくちゃいけない。っていうのですね。で、反順序のことあんまり知らない人は、例えばですね、X が実数全体の集合で、この、関係が普通の大小関係。やるとすると、これは反順序なんですね。なんでかっていうと、どんな実数を持ってきても、x は x 以下であるし、水位性も同じですね。x が y 以下で、y が z 以下ならば、x は z 以下なんですね。ですね。で、反対称性って何かっていうと、x が y 以下で、かつ y が x 以下だったら、まあ、この y と x 実数だったら、xy はこれ等しいですよね。こうなるわけです。で、これが反対称性の一個ということで、だから今言ったのは何かっていうと、実数全体の大小関係、実数全体上の大小関係、二項関係は、この反射性、反対称性、水位性っていうのを満たすというわけですね。で、先ほど言った前のページで言ったのは、このグラフ上の関係、この矢印、順等傾斜像がありますよっていう関係は、反射性と水位性を満たすわけです。じゃあ、この反対称性を満たすんですかってことがちょっと気になるんですね。まあ、これ素朴な疑問と。で、今から言うのは、これ満たすとは限らないということです。反対称性を満たすとしたら、これが成り立っていってほしいんです。
G から H へ順動計画像が存在して、H から G へ順動計画像が存在したら、G と H っていうグラフは等しいということが成り立っていてほしいんだけども、実はこれは判例があります。で、ここに今判例を挙げているところですね。判例を挙げて。で、何かというと、例えばですね、まあ、ここに書いてあるのは G として K2、頂点数2の完全グラフ。H として C4、頂点数4の経路を挙げてます。で、そうすると、ここに書いてある通り、G から H にも順動計画像がありますし、H から G にも順動計画像があります。なんでかっていうと、まずですね、G と H から見てみると、G はですね、H の部分グラフです。で、まあ、その前回やったことから、その時には必ず、順動計算があるってことがわかるわけです。ただ、まあ、この場合はですね、まあ、自分自身に移すような、ものを持ってくると、これは順動計算になるというわけですね。だから、こちら側、G から H に順動計算がある。これは、すぐわかります。で、H から G の方もあって、まあ、こんな感じですね。こんな感じで、作れます。まあ、つまり、この H っていうのは2部グラフなんです。K2 に向かって順動計画像が存在するようなグラフのことを2部グラフと言ったんですけども、まあ、H が2部グラフであって実際に順動計画像を作れると、こんな感じで。だから、H から G もありますということですね。で、一方で、このグラフは、このグラフは、このグラフ、このグラフは、G と H は同じグラフじゃないので、等しくないということになります。よろしいですか？これは割と重要な例で、まあ、これは理解してほしいということですね。今ですね、H として、この、頂点数4の経路を持ってきてるんですけども、この H の方は、まあ、辺の数が1以上の2グラフだったら、まあ、K2 じゃなければ、K2 ではない辺の数が1以上の2グラフだったら、判例になります。だから今、C4 持ってきてるんですけども、C4 じゃなくても、例えば C6 ですね。C6。これでも半減になります。だから、偶数、長さが偶数、頂点数が偶数の経路だったら全て半減になりますし、まあそうじゃなくても、K2 以外の2部グラフだったら何でも半減になります。はい。よろしいでしょうか。ということで、この、順動計画像を持つというような関係っていうのは、反対称性を満たさないので、反順序にはならないということになります。でですね、実はその反順序、ではないような、反対称性を満たさないけども、この二つですね、反射性と推移性を満たすような、二項関係のことを、偽順序と、クエーサイオーダーとか、クワジオーダーというふうに言ったりします。ちょっとちゃんと、全部書きますね。あ、見えなかった。すいません。偽順序と言います。で、まあ、偽順序であるよということですね。つまり、先ほど言ったこのすべてのグラフでの関係、矢印っていうのは、これ偽順序ですよということになります。で、反順序は偽順序です。反順序は、この反射性推薦に加えて、反対称性も生かしているので、反順序は偽順序なんですけども、だから、まあ、気分としては、反順序全体の集まりの中に、偽順序全体、があるという、まあ、こういうイメージですね。だから、偽順序の方が、まあ、広い概念になるわけです。で、実際、このすべてのグラフ上の関係、この矢印っていうのは、反順序ではない偽順序になっているわけです。だから、ここら辺にあると。そういう、代物になるわけですね。で、まあ、だから、我々の、この授業で考察していくことは何かっていうと、この偽順序がどういう性質を持っているのかってことを、まあ、調べていくと。あ、この偽順序、この偽順序はどういう性質を持っているのかということを調べることになるわけです。で、まあ、それを今後、まあ、詳しくやっていくということになります。ということにつながっていきます。はい。ここまでよろしいですか？まあ、偽順序という言葉とか、反順序という言葉を聞いたことがない方がいらっしゃったかもしれませんけども、まあ、ここで、まあ、こういうことをやるんだっていうような気持ちになってください。はい。で、休憩するといったか休憩しますよね。はい。じゃあ、3分間休憩して、その後で、この同型写像と同置関係という話をしていきます。はい。では、3分休憩します。じゃあ、タイマー出して、じゃあ3分休憩します。
はい、それでは再開します。よろしいでしょうか。ですね、今やったのは、この順当傾斜像全体が作るその矢印という関係が微順序になるという話だったんですけども、次はじゃあ動傾斜像がどうなのかという話をしていきます。で、そこからは動値関係が生まれるんですけども、それを紹介します。先にですね、成立することを、今からやっていくことを言うんですけども、この関係ですね。これ何だったかっていうと、例えば、すいません。こいつから復習やらないからいけなかったですね。これはどういう意味かっていうと、動値じゃないや。動傾斜像を、G から H への動傾斜像が存在する。で、そういう意味でした。この記号の意味ですね。この記号っていうのは。この記号ですね。この記号の意味はそういう意味だったんですけども。だからこれも、この記号も、そのグラフ全体の集まりの上の、二項関係だっていうふうに今考えられるわけです。で、その二項関係は、ここに書いてある三つの性質を出しますよと。それはですね、反射性、対称性、水位性という性質です。で、反射性、水位性っていうのは先ほど挙げたものと同じなんですけども、対称性っていうのは何かっていうと、ここに書いてあるような性質で、何かっていうと、G イコール H だったら H イコール G になるっていう、この、左右を入れ替えても成り立ちますよっていう、そういう性質ですね。ちなみに先ほどの矢印っていう性質は、二項関係は、G から H に順動形があったとしても、H から G に順動形があるとは限りませんから、この、矢印という二項関係は、この対称性も満たさないわけです。だから、動値関係でもないと思いますね。で、一方、この、動傾斜像がありますよっていう話は、これは、動値関係になる。つまり対称性も満たすということになります。で、これを一つ一つ確認していきましょうということになります。はい。で、一つ目ですね。この、反射性になります。で、これはですね、先ほど、順動傾斜像がありますよ。G から G に順動傾斜像がありますよって時と、ほぼ同じです。だから、この時には順動傾斜像として高等斜像がありますよっていうふうに言ったんですけども、ここでは、その動傾斜像として高等斜像を考えるわけです。で、高等斜像が本当に動傾斜像なのかってことは、ちゃんと証明する必要があるわけです。で、一応それはここに書いてあるということですね。で、動傾斜像であることの定義って何だったかっていうと、この左側の辺が右側の辺に移るし、右側の辺も左側の辺に、右側の辺であったものはもともと左側の辺でなくてはいけないということでした。で、それはですね、この高等斜像っていうのが、その性質を持つから分かるということになります。それ、ここに書いてあることですね。IDU、U っていうのを高等斜度で移しても変わらず U であると。V という頂点を ID という高等斜度で移しても変わらず V であるということから、動傾斜度であることがわかるということになります。だから、この二項関係は反射性を持つということになります。これは難しくないと思います。で、だから難しくないのは案外ですね、簡単すぎて逆にわかんないということはあるかもしれませんけども、これ正しいということになります。次はですね、対称性ですね。対称性はどうするかっていうと、これですね、G から H に向かっていくような動傾斜像がまずあると仮定するわけです。で、その時に逆向き H から G に向かって動傾斜像がありますってことを言うわけです。だからですね、今仮定としては、この F のように G から H への動傾斜像があることを仮定します。で、それを F とします。で、この時に H から G に向かっていく動傾斜像を作るわけです。で、作ろうと思うと、この F っていう情報しかないので、だから F を使って作るわけです。で、そうすると、作り方は、ほぼ一通りしかなくて、何かというと、この F の逆斜像を考えます。で、逆斜像は存在します。なぜかというと、この F が全端斜だったからです。F という、一般的に斜像に逆斜像が存在するための必要十分条件は、存在するための必要不十分条件は F が全端斜であることです。で、今、F っていうのは動傾斜像ですから、これは全端斜なんですね、定義から。だから、逆斜像が必ず存在します。で、その逆斜像のことを普通はこの F インバースと書くわけです。
で、今ここに書いてあるのがその F インバースですね。どういうことかっていうと、F によって U が X に移ってるんだったら、逆作用では X が U に移されるということになるわけですね。で、それが逆作用の定義です。あ、定義と言っていいかな。逆作用はそういう性質を持ちます。はい。で、この時に、この逆作用が実は H から G への造形作用になっているということになるわけです。で、これはですね、まあ、ちゃんと証明しなければいけないことで、まあ、ちゃんとやらなきゃいけないんですけども、それはここに書いてある逆作用の性質からわかります。ここまで流れはいいですか？で、これをですね、やっていくわけです。なぜ？で、ここに書いてあります。だから、今から証明する。この主張って言ってるのは、これを今から証明しますよっていうことを言ってるんですね。まあ、主張っていうのは、多分、英語で言うとクレームなんですけども。あ、ちなみに、クレームっていうふうに、英語で言うときに、日本語でクレームって言うじゃないですか。日本語のクレーム。日本語のクレームはなんか文句とかですね。なんか反対意見とかいうような感じの意味合いを持つかもしれませんけども、英語で言うクレームっていうのは全然意味が違っていて、主張ですね。本当に。主張することをクレームって言いますので、それです。それはそのクレームです。で、そのクレームとして、今から証明したいことは、この F インバースという逆作用が H から G への造形作用があるということを言いましょう。ということになります。で、これやっていきましょうと。そうするとやりたいのは何かっていうと、H の辺を持ってきて、その辺が F インバースによって G の辺に移るということを言うわけです。で、逆もしかりと。だからまず、H の辺を XY とします。そうすると、先ほど言った通り、F はもともと前端者なので、その、XY に移っていくその先があるわけです。ある UV。UV っていうのは、これは、ちゃんと書かないです。これは、G の頂点です。G の頂点に対して、F を U で移したら、U を F で移したら X になって、V を F で移したら Y になります。そういう U と同じ存在するわけです。で、そうすると、今、上で XY で書いたところを、この等式を使って書き換えると、FU と FV は、このグラフの辺になったんですね。H の辺になったんですね。なります。そうすると、もともと F っていうのは同期作動でしたから、FU と FV が H の辺だったら、そのもともとの方の、グラフの、G の方において UV は辺でなくちゃいけないということがわかります。ですから、F は同期作動ですから。同期作動だったというのが何だったかっていうと、UV が、G の辺であることと、FU と FV が H の辺であるということが同期であると。ですね、これがその、F が同級作用であることの定義から出てきます。だからこれが分かる。そうすると、これが書いてある通り、FU が X で FV が Y なので、その逆作用の性質から U は F インバース X で V は F インバース Y になるわけです。ですか？で、そうすると、それを使ってこの UV が書き換えると、こうなるんですね。その F インバース X と F インバース Y が組となって G の辺になると。つまり何かというと、XY が H の辺だったら、そのインバースによって移された、先は G の辺になると。ですね。で、逆も言えます。こちら側が辺だったら、これ逆たどっていくことによって、X と Y が H の辺であることが言えるので、確かに F インバースは同型作用であるということが言えましたということになります。よろしいでしょうか。いいですか？あんまりよろしくないかな。大丈夫そうですかね。はい。ちょっと今反応が遅れたので、なんかもしかしたら通信が悪かったのか、あるいはなんか声が届かなかったのか、ちょっと不安になりましたが、はい。じゃあ、そういう形で、対称性は証明できました。はい。ではですね、もう一個、推移性ですね。推移性やっていきましょう。で、推移性はどういうことなのかっていうと、G と H がまあ同型で、H と K が同型だったら G と K も同型です。ということですね。で、これはですね、準同型作用の時とほぼ同じです。で、何かというと、G と H が同型、H と K が同型だっていうふうに言ってるんで、同型作用として G から H に行くものと、H から K に行くものがあるわけです。で、それを今 F と G としてます。
で、そうしたら何が言えるのかっていうと、その合成ですね、G マル F というのは実は G から K の同型写像になります。まあ、なぜというのは次のページにありますけど、それをやっていきますね。で、これが言えれば G から K、間違ってますね、これはね。これはだからコピペするかはいけないんですけども、G と K は同型になるということになります。はい。で、なんでこの合成したものが G から K の同型写像になるのかってことの証明なんですけども、これは、準同型の時にやったこととほぼ同じなので、まあ、見ていただければわかるという感じなので、まあ、見てくださいということになって、まあ、見ていただくということだけで、終わりにします。で、その中の話と少し違うのは何かっていうと、この G-F っていうのも全端写であるってことを確認する必要があります。で、これはですね、まあ、おそらく、離散数学でやってるとか、こういういけないことを言うんですけども、まあ、離散数学の復習なので、皆さん、まあ、離散数学のテキストとか、まあ、その時の勉強したことを思い出してもらって、確かにそうなんだってことを確かめてください。はい。ということで、この同型であるという性質は、推薦も満たすということになります。つまり、同値関係ですということになるんですね。まあ一応同値関係っていうものを忘れてる人のために、一応同値関係の定義ここに書いてありますけども、先ほど言った通り、その反射性、対称性、推薦を満たすような二項関係です。で、同値関係があるとですね、いろんなことができるんですね。同値関係からはですね、素晴らしくいろんな構造が生まれてくるんですけども、例えばですね、なんか代表現とか小集合っていうのが、同値関係から、生まれてくるんですけども、まあ、それがですね、実は、この今後、この、この準同型の話を探っていくときにも重要になっていきます。まあ、ただそれはですね、この二項関係の話ではなくて、次に開ける、準同型同値性の話で出てくることになります。で、それをやっていきます。あ、じゃあその前に、同値関係をですね、離散数学で勉強したときに、この代表群とか小集合ってのがあったかなってことを、ちょっとかすかに覚えてらっしゃる方もいるかもしれませんけども、まあ、この概念が今後出てくることになるので、もし忘れてる人がいましたら、今のうちに復習をしておいてもらうと嬉しいかなと思います。はい。でですね、今言ったのは何かっていうと、その同値関係が準同型写像からも出てきます。同型写像だけじゃなくて。で、それはですね、こういうことなんですね。グラフが2つあったら、その2つが準同型同値であるということを定義するけども、それ何かっていうと、両方の向きに矢印があることです。今、ここにこうグラフがあるんですけども、この2つのグラフの場合には、G から H に向かって準同型写像もありますし、H から G に向かっても準同型写像があるんですね。で、そのような2つのグラフのことを、があったら、G と H は準同型同値と言いましょう。もう申し訳ありませんと言いましょうと。ということにします。ですかね。で、ちょっといろんな注意があるんですけども、この準同型が存在するって、この矢印の関係は、反対称性を満たさないとさっき言ったし、ね、なので、これ、準同型同値であるからといって、準同型同値であるからといって、その2つのグラフが等しいとは限らない。ですね。いいですか。それはまず注意してもらって、もう一個あるのは何かっていうと、このようなこと、この準同型同値であることを今後、このような形の記号で書きます。まあ、両向きの矢印ですね。まあ、両向きの矢印を1本で書く場合もありますけども、まあ、この2行では2本で書くことにしていきます。はい。いいですかね。で、この記号ですね。その両向きの矢印という記号。これもまたその2つのグラフがあったら、書こうかな。G と H に対して、その2つは、準同型同値であるか、そうではないか、のどちらかが成り立つわけです。だからこれはやっぱり二項関係なんですね。で、じゃあこの、二項関係はどういう性質を持つのかというと、実はこれは同値関係です。先ほど言っていた、その反射性と対称性と推性っていうものを3つとも満たします。で、これはですね、まあ、今までの話を、まあ、総合すれば、まあ、今までの話ですね、もう総合すれば、簡単に確認できるので、まあ、ここであえて証明はしないということに
しますけども、この3つの性質が成り立つので、この順動系同置性は同置関係であって、先ほど言った通りの話をもう一度繰り返すと、ここからその代表現であるとか、小集合っていう、概念を使って、この順動系に関する考察がいろいろとできるようになります。で、これが今後実は重要になっていきますけども、それはちょっと後の方の話になりますが、まあそういうことがあるんだと思って、この場では理解をしておいてください。だから、まあ順動系同置であるという言葉はちょっと今のところ、心の形にとどめておいてほしいということになります。ここまでよろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。ではですね、順動系同置性の話はここで、一旦ストップして、次はですね、あ、なかった。しまった。これを、これ、で、さっき言ったのが、今後の話になるってことがここに書いてあったんですね。次回以降の話で。で、何がポイントになるかっていうと、同置類っていうのがあるわけですね。同置類。同置類って言葉を思い出してほしいということになるんだけども、それをちゃんと言ってなかったので、ちょっとここで言うと、例えばね、G の属する同置類って言ったら、それは G と、というグラフと、順動系同置なグラフを全て集めてきた集合です。G というグラフがあったら、それと、順動系同置な H というのがあって、それとまた順動系同置な、あれじゃない、今言ったのは G と順動系同置だったんで、G と順動系同置なんか別のグラフがなんかこうあったりして、なんか H1 とかね。まあ、なんかこういうのがたくさんあるとすると、この水位性から、この H と H1 も順動系同置だし、H1 と H1 も順動系同置だし、H と H1 も順動系同置なんです。そんな形で順動系同置のものが、G と順動系同置のものっていうのを全部集めると、その間は全部順動系同置なんですよ。全部順動系同置。この水位性から。あ、そう、水位性から。で、これが、G の属する、書けない感じが、同置類です。で、そうすると、この同置類の中のグラフっていうのは、なんかある共通の性質を持っているはずなんですね。になるんですよ。それは一体何なんでしょうっていう話であるとか、あるいはじゃあ、この中からその代表のものを一つ選ぶときには、どのようなものを代表として選ぶと都合が良いでしょうかとか、あるいはですね、今これ G の属する同置類ここにあるんだけども、また別のグラフ、G プライムってのがあって、それが属するとか同置類っていうのがあるかもしれないですね。そうすると、じゃあ、この二つの関係はどうなっているのかということも、ちょっと気になったりして、それからこの2番ですね。複数の同置類同士がどのような関係を持つのか。ってことを、後の方で考察していきます。後の方っていうのは、この、1学期間の後の方ですね。考察していきます。はい。で、時間がまた足りなくなりそうになってしまった。次にはこの、自己順動系作動とモノイドって話をします。で自己順動系作動をもう一度、復習すると、自分自身への順動系作動ですね。はい。のことを自己順動系作動と言います。で、ですね。今から行うこと、まあ、主張は何かっていうと、この自己順動系作動っていうのは、モノイドの構造を持つということです。で、モノイドって何なのかというと、ここに書いてあるもので、これはですね、代数形です。代数形っていうのはですね、ちょっといろんな、話があって、ちょっと、定義をしなくては本当にいけないんだけども、まあ、ここでは、一つだけ演算がある場合、まあ、こういうような書き方をする場合のことですけども、まあ、X は集合です。X 集合で、この丸っていうのが X 上の二項演算だとします。まあ、二項演算って何かっていうと、X と Y っていう要素があったら、その X 丸 Y と書いたら、それがまた、ラージ X の要素になっているというのは、まあ、そういうものが二項演算です。だから、まあ、よくある例は、例えば、実数全体の集合とプラス、ですね。で、まあ、この R の方がこれが集合になっていて、これプラスっていうのは何かというと、2つの実数、XY に対して、X プラス Y っていうのはやっぱりまた実数なんです。で、そういうものを二項演算と呼びます。で、二項演算が、特殊な性質を満たすときに、まあ、特殊というか言うと、ある性質を満たすときにそれをモノイドと言います。で、モノイドは、の時の性質は何かというと、ここに書いてある二つの性質です。で、これはまあよくある性質ですね。一つは結合性と呼ばれているもので、カッコをつける順番を変えてもいいですよというものです。で、もう一つは単位元と呼ばれる、ものが存在するというものです。何かというと、この演算に対して、
その左から、なんだろうな。X 丸 E としても、E まで X としても、それは X のままであるというような、E という、要素が存在する。E が存在して、任意の X に対してそれが成り立つ。ちゃんと言いますね。はい。で、まあ、そういうものがあるときに、その代数形のことをモノイドと言います。で、自己順動形写像はモノイドの構造を持つどういうことかというと、例があるかな、次に。ありましたね。こういうことは言えます。これ何かというと、まず、この表の見方を説明しなくちゃいけない。今ですね、ここに向こうグラフがあります。で、向こうグラフの頂点に1、2、3、4というふうな名前がついているんですけども、このグラフの自己順動形写像をここに全部並べています。全部並べています。で、これどういうふうに読んでほしいかというと、例えばですね、この2、1、3、4というのがあったら、これ何かというと、1、2、3、4という4つの頂点をそれぞれこの順動形写像では2、1、3、4に、1と言いながら3を書いてた。2、1、3、4に移しますよと。いうことを表せると思ってください。この2、1、3、これは2、3。これは順動形写像です。で、この順動形写像に名前を付けて F とします。で、同じように、例えば、ここに1、2、3、2となんですけども、これは、1、2、3、4っていう頂点を順番に、1、2、3、2に移すような順動形写像、自己順動形写像です。で、これを、B と呼びます。ちょっと待って、書くところ間違えたんで。で、これを、B と言いますということです。で、このようにして、今、E から N まで、A から N まで、たくさん順当形写像があるということが、わかるんですけども、それらをですね、合成したらどうなるかということをここ書いてます。で、これはその合成を表している表です。表す表で書くと、表すやつですけども、表す表です。で、何かというと、例えばここに書いてある B 丸 I は J です。B、ここにあって、ここに i がありますね。で、b と i の合成は、ここの表を見ると j です。で、i って何かというと、ここですね。2312ですね。で、j は何かというと、ここ2313です。だから何を言ってるかっていうと、1232っていう、頂点、あ、34という頂点集合を b によって移すと1232なんですね。で、それを、i によって移すと何になるんでしょうっていうと、i は、もともとどうなってるかっていうと、i は13212だから、1234を、何に移すかっていうと、2312に移すんですよ。つまり、i は1を2に移して、1を2に移して、2を3に移して、3を1に移して、4を2に移します。ってことを考えると、今、b によって移った1234は、i によって何に移るかっていうと、1232に移ってるんだけども、その1232を i によって移すと、i によって1は2に移り、2は3に移り、3は1に移り、2は3に移るので、2313に移ります。そうするとこれ何になってるかっていうと、1234が2313に移っているということになります。これはこの J に書いてある移し方と全く同じなわけです。で、これがこの B 丸 i イコール J の表していることです。いいですか？で、重要なのは何かっていうと、二つの、順動形を、あ、えっと、自己順動形を合成すると、またそれは自己順動形になるってことですね。で、それをここで表していて、しかも、これは先ほど言っていたモノイドの性質を満たします。何かというと、結合性を満たすし、単位元も存在する。で、ここでは何が単位元なのかっていうと、この E っていう、これですね。これ単位元です。まあ、単位元を一番初めに書くっていうことが習わしなので、そういうふうに書いてますけども。で、しかもそれを E と書くのが習わしなので、そういうふうにしてますが、実際に見るとこれ単位になってます。で、これ1、2、3、4って実は何かっていうと、これは高等写像なんですね。高等写像。で、先ほどの話と同じように、高等写像は、自己順動形写像になります。で、しかも、これはこのモノイドの単位になります。で、結合性も満たすので、この表にあるもの、これはちゃんとモノイドになりますということがわかるということですね。で、まあ、このようなモノイドのことを、
その自己純動系素像から作られるものと自己純動系モノイドと言ったりします。はい、ここまでいいですか。いいですか。ちょっと良くないような雰囲気がしますけど、ちなみにこの表はですね、プログラム作って書いたんで多分間違ってないですけども、まあ、合ってると信じてます。だからこれ、この表は私が作ったんで、だから自家製なので間違ってるかもしれませんので、まあ、ちょっと間違っているところがあったら、教えてください。よろしくお願いします。はい、で、実際にじゃあ、自己純動組織作動が3つあったら本当にこの、この合成したものが自己純動系作動であり、この、結合性を満たすのかと言われると、これは満たします。なんでかっていうと、この結合性っていうのは、実は自己純動系作動でも何でもなくて、普通のどんな作動であっても成り立つ性質です。だからそれは OK。で、一方で上のところで言っている、この、合成したものが、自己純動系作動になるってことは、先ほどまで言っていた純動系作動の合成が純動系作動であるっていうことからすぐにわかります。だから、まあ、この結合性が成り立つということもすぐにわかるということになるわけです。一方で単位元が存在するというのは、先ほど言った通り、高等写像を取ってくれば、それが単位元になるということになります。ので、ちゃんと単位元も、この自己純動系ものには存在するということがわかります。つまり、自己純動系作動全体の集合っていうのは、この合成という二項演算を使うことによって、モノイドになるということがわかります。ちょっと早いかな。いいですか？まあ、今ちょっと証明したつもりになったってことですね。この代数形がモノイドであることを証明したつもりになったということです。はい。で、もう一度言うと、この自己純動系モノイドというのは、そのグラフの自己純動系作動をすべて集めた集合の上に、写像の合成を二項演算として与えた代数形のことです。で、今言ったことは何かというと、G の自己純動系モノイドというのは確かにモノイドであるということを言いました。で、G の自己純動系モノイドのことを、エンド G と書くことがあります。まあ、エンドっていうのはその自己純動系作動のことをエンドモーフィズムというからなんですけども、まあ、この記号が今後登場するかどうかちょっと、あんまりこの行為の流れがはっきりしてないのでちょっとわかんないんですけども、まあ、多分登場しないです。はい。だけど、まあ、一応、ご紹介しておきます。はい。で、これはですね、自己純動系作動の話でした。で、純動系じゃなくて自己動系の話になると、またちょっと話が、変わってきて、どうなるかっていうと、自己動系作動全体はですね、群というものになります。群というものになります。で、自己動系作動というのをもう一度、復習しておくと、自分自身への動系作動のことです。で、今から言いたいのは、自己動系作動全体というのは実は群になるということですね。で、群というのは実はモノイドです。で、モノイドなんだけども、モノイドに対してもう一つプラスして、追加して一つの性質を持たせるものです。それはこれですね。逆元の存在です。逆元っていうのはなし。任意の要素に対して逆元と呼ばれるものがあります。X に対して X の逆元と呼ばれるものがあって、まあ、それを今 Y と呼ぶと、X 丸 Y と Y 丸 X が単位元になる。そういうものです、ね。先ほどの、R プラスっていうのがあったんですけども、これは実は群なんですが、何かっていうと、X、に対して、マイナス X は X の逆元です。なんでかっていうと、X プラスマイナス X イコールマイナス X プラス X。これは0なんですけども、0っていうのは実は、この、モノイドにおける単元なんですね。そしてさっき言ってませんですけども、何の単元かっていうと、X プラス0イコール0プラス X は X だから。ですね。だから、逆元存在します。だからこれ群なんですね。これってな。この代数形、これ群なんですけども、まあそういうようなイメージを持ってください。でですね、逆元は普通、この X インバースと書いたりします。はい。で、それで、何なのかというと、この、自己動系写像全体の集合っていうのは、この群なんだよということを言うわけです。だからつまり、モノイドであって、なおかつ、逆元を持つ。で、まあ実際で、まあ、こんな感じになりますね。
これまたちょっと別の例を持ってきますけども。で、この、グラフの自己同型写像を全部ここに書いてます。自己同型写像を全部書いてます。で、そうすると、まあ、先ほどと同じようにこれ読めるんですけども、これは実はですね、群になっているんですね。群になっている。で、例えば、今この A っていう、自己同型写像があるんですけども、じゃあ A の逆減は何だろうと思ったら、A の逆減はと。言われたら、どうするかというと、A 丸 X イコール X 丸 A イコール E となる X のことなので、じゃあそういう X 何かなと思ったら、じゃあその A 丸 X を見るためには、その、ここの S 見るわけですね。あれ、行を見るわけです。そうするとここにですね、E があります。何を言ってるかっていうと、ここに E がいます。これ何を言ってるかっていうと、A 丸 A は E ですよ。と言ってるわけです。ってことは、このことから、A は A の逆減であると。いうことがわかります。つまり、この X としてですね、この X として A を選んでくると、それは A の逆減になっているということがわかるわけです。ちょっと例が悪かったかな。例が悪かったんで、じゃあ C の逆減はですね、C の逆減は。そうすると、この C に対応する、ここの行を見てみると、ここに E があります。ですね。ってことは、これ何を言ってるかというと、C 丸 D は E です。じゃ一方で、この C の列に見ると、そうするとですね、ここに E があります。つまり、D 丸、色は。D 丸 C は E です。つまり、何を言ってるかというと、D は C の逆減であると。いいですか？まあ、そういうような形で、この表を見ると、まあ、またこの表もですね、ちょっとプログラムを作って書いたんですけども、こういう形で、まあ、この表を見れば、各、自己同型写像の逆減が何だかということがわかります。あ、ちなみに、この E っていうのは、ちゃんと言ってないです。この E っていうのは、ここにあるんですけども、これは、このモノイドの単元です。高等写像です。高等写像です。でですね、これ群だと、これ群なんですけども、群だとですね、どの行、どの列にも同じ記号が現れないという性質が、満たされます。まあ、このような、性質を持つ表のことをラテン法人。というんですけども、まあ、そのラテン法人の、性質を持ちます。実はですね、先ほどの、モノイドの場合はこの性質持ちません。ちょっと戻りますけども、モノイドの場合は、例えば、これですね。この行を見ていると、D とか B がたくさん出る、J はですね、たくさん出てきたりします。で、そういうことは群では起きません。一方、そのモノイドでは起きる可能性があるわけで、実際、この、自己同型写像全体を持ってくると、これ群になるんだってことを、まあ、この後、証明してるんですけども、証明自身がそんなに、難しくないというか、簡単なので、皆さん追っていただければいいと思うんですけども、まあ、モノイドであることを先ほどと同じように証明できます。で、逆減は何かっていうと、自己同型写像の逆写像を考えると、それが逆減になります。で、それはですね、先ほど、同型写像全体がですね、同置関係になるっていう話をしたんですけども、その時の話と、証明はほぼ同じです。これですね、自己同型写像、自己同型写像 F に対して G として、F 丸 G イコール G 丸 F イコール ID となるような G が必ず存在するってことが言えれば、逆減が存在するということがわかるんです。けども、その G としては逆写像を選べばいいです。ってことになって、この自己同型写像全体っていうのが群になるってことがわかるような話になります。はい。で、もう一つまとめると、自己同型群と、言ったら、自己同型写像をすべて集めてきて、写像の合成を使って二項演算を考える代数形のことです。はい。で、ちょっとまあ駆け足になった話を総合すると、この自己同型群というのは確かに群であるということが言えます。で、まあ、自己同型群のことをオート G と書くことがありまして、まあ、これ今後出てくる可能性があります。はい。ここまでいいでしょうか。いいですか？はい。
で、ちょっと、あと5分ぐらいちょっと授業しますね。すいません。ちょっと今日これ終わらせるつもりでやりますので。あ、でも待ってくださいね。じゃあ、もう少しやります。もう少しやります。はい。で、最後までやらないんですけども、最後の部分を飛ばすことにして、次回やることもしないで、また別のところで必要な時にその部分を補うことにします。で、今からやるのはこの普遍性って話で、普遍性をちょっと今から5分ぐらいで話をして、このコアっていう部分は飛ばして、今後またこのコアっていう話が出てくるところがあるので、そのところでもう一度、話をします。何かというと、普遍性って何かというと、実はですね、今その自己準形モノイドというのと自己同型群っていうのを紹介したんですけども、実は世の中にある有限なモノイドとか、有限な群っていうのは、実は全部、今紹介した自己準動形モノイドとか、自己動形群になります。何を言ってみましょう。ちゃんと言うと、これですね。任意の有限なモノイド M に対して、ある有効グラフが存在して、その有効グラフの自己準動形モノイドと M っていうのは同じになります。まあ、モノイドが動形であることを今定義していないんだけども、まあ、同じ形になる。見た目が同じになる。ということが言えます。で、群に対しても同じようなことが言えて、任意の有限な群に対して、ある無効グラフが存在して、その無効グラフの自己同型群と考えている G というのは同型になるということが言えます。つまりですね、世の中にあるその有限なものとか、有限な群っていうのは、どれも、このグラフの、自己準動型ものとか、自己同型群を考えるだけで、原理的に、すべて尽くしていることになる。原理的には、同型を除いて、すべて尽くしていることになる、ということになるわけです。だから、それぐらいですね、この自己準動型モノイドとか自己同型群っていうのは強い性質を持っている対象なんだってことが分かるということになるわけです。だからそういう意味では、まあ、グラフの話だけを考えていれば、そのモノイドとか群のような話は全部、まあ、網羅されるっていうふうに言ってもいいし、あるいはそのモノイドとか群のことを研究しようと思ったら、その話をグラフの話に置き換えて、そのグラフの上で研究するっていう手法もあり得るということになるわけです。そういうことが分かっているということになります。はい。じゃあですね、このコアの話は出てきたときにもう一回やるということにして、ちょっとこの部分は飛ばすことにします。また後で扱いますので、その時にやります。ということで、ちょっとまとめをすると、まとめすぎましたね。まとめとこれですね。ですね、今日は、その準動形写像、動形写像、自己準動形写像、動形、自己動形写像っていうのが、どういう構造を持っているのかっていう話をしました。で、特に、この、偽順序関係とか、同値関係とか、群の話は今後出てくることがありますので、またその時に、活躍することになります。で、次回と次回は何をやるのかっていうと、今までですね、前回と今回を通して、まあ、準動形写像とか同形写像っていうのはどういうような構造を持っているのかってことを話をしてきたので、具体的なグラフに対して、そういうものを適用するって話をします。で、次回はですね、まあ、円完全グラフっていう、グラフがあるんですけども、それに対して適用するという話。で、次回は、クニーザグラフという、これもまた重要なグラフがあるんですけども、それに対して適用するという話をして、実際にどんな準動形写像が作られるのかという話をしていきたいと思います。はい。では、今日の